皆さんこんにちは、ヨシオアです。今日もアプリ紹介をやっていこうと思います。今日紹介するのはまた電卓のアプリなんですけれども、前回とは違うアプリを紹介します。この前紹介したアプリがこちらなんですけれども、まあ例えば563足す例えば3はとか適当にやって計算したものをこう上にどん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 メモできるっていうアプリでした。で、合計をするとメモにのされている数字が合計されるっていう、まあその合計を付箋紙のように保存していくっていうか、見たい時に見れるというか、まあ使い方はそれぞれだと思うんですけれども、そんなアプリでした。で、今日紹介するのはですね、まあ基本似てるんですけれども、こういった画面になってるんですけれども、まあシンプルですね。先に比べたらちょっとデザインもシンプルになってるかと思うんですけど、こちらの方がもしかしたら便利かもしれません。まあデザイン性としてはさっきの方がボタンも大きいしやりやすいかと思うんですけれども、これはどういったことができるかというと、また前回のような例で、例えばじゃあ買い物を例にして計算してみますね。例えば今日買い物に行きました。まあレシートとか例えばあって家計簿つけてるとしますね。今日キュウリを例えばじゃあ120円ジュースをもうパックで一気に買っちゃった1000円足す、まあ例えばじゃあそうですね、クリーニング出しました1200円。まあここに120足す1000足す1200円って式が出てるんですよね。でイコールにすると上に式が残ります。要は計算した内容が全部上のこの白い枠に保存されるので、前回紹介した電卓よりもさらに細かく履歴を見ることができるアプリですね。例えば今は今日の計算しました。昨日の計算を例えば見てみますね。適当に言ってるんですけれども、じゃあちょっとパスを買いました500円、電車でお出かけをしました560円と、あとはそうですね、何かじゃあお菓子を買いました200円で、イコールするとその下にまた今売った履歴、要は今日、昨日という履歴が残ってるわけですね。じゃあさらに一昨日のレシートも見てみましょう。じゃあですね、どうしようかな。ちょっとストーブが壊れちゃったんで、ストーブを買いました。8000円。まあストーブ8000円で安いか高いかわかんないんですけど。で、ストーブ買いました。電気屋さんのついでにじゃあ電池を買いました500円と、外食をしました、まあじゃあ1000円でいいかな、適当で、でイコールすると一昨日の履歴も残ったということで、全部計算したものが残っています。ちょっとアップで見てみますね。アップするとちょっと画面が割れるんですよね。わかりますかね、計算残ってますよね、ここにちゃんと。でボタンを見るとですね、いろんなボタンがあるんですよね。こっちを押すとさらになんか難しい計算もたくさんできそうで、かなり使えそうです。でクリア、まあオールですね、これボタンを押すと履歴が消える、あ、まあ、消えたというような、あ、いっぱいありますね。これものすごくすごいいろんな計算が多分できると思いますね。一回戻します。
これ、使い方によっては非常に便利ですよね。このまんま例えば、そうですね、さっきちょっと履歴も消しちゃったんですけども、じゃあ適当に打ちますね。ちょっと今適当に出す6は適当にやったまんま、例えばアプリを閉じますね。で、まあなんかいろいろ他のアプリいじった後にもう一回計算立ち上げると、そのまんま式は残ったまんまになってくれているので、なんていうかな、あ、前回の計算こうだったなとか、一回アプリを閉じてもまた思い出すことができます。これすっごい便利だと思います。ぜひ試してみてください。一応無料ですね、こちらは。まあ、有料版もあるのか分からないんですけど、アプリって大体無料版、ライト版っていうか無料版がありまして、まあ、もっといろんな機能を使いたい場合は、有料版にアップデートし、バージョンアップしてくださいっていうパターンが多いですね。で、無料版はまあ、広告が入っていたりとかしたりしますけれども、まあ、その辺はアップストアの方で検索してみてください。では、今回は電卓の第2弾ですね、をお送りいたしました。またぜひともアプリ紹介したいと思いますので、お楽しみに。さようなら。